どうも、ダンクローです。本日の動画はナイキ DMSX ワッフルの紹介サイズレビューです。 DMSX ワッフルの購入を考えられている方、興味がある方、サイズ感がわからないから購入に踏み切れない、そんな方におすすめです。ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。早速サイズレビューに入る前にですね、ざっくり DMSX またナイキの伝説的レトロシューズスティングについてご紹介したいと思います。 DMSX なんですが、これはナイキが2019年に立ち上げたレーベルです。ナイキ ACG のようなものですね。ナイキのエッジさを維持するためにアーバンモトクロスなどのスポーツにインスピレーションを求めたコレクションらしいです。クラシカルとモダンのミックススタイルというコンセプトレーベルと覚えておけば良さそうです。この DMSX ワッフルなんですが、ナイキのスティングというレトロランニングシューズをベースに、これまたナイキの伝説的レトロランニングシューズワッフルのワッフルソール、エアピッペン2のミッドソールパーツを融合させたモデルなんです。スティングというランニングシューズはナイキが初めて契約した陸上選手プリフォンテーンのスパイクをレーシングフラットシューズにモデルチェンジさせたものです。1976年にリリースされました。2003年に復刻、2008年には純也渡辺コムデギャルソンによる別注モデルと3回発売されております。70年代の伝説的レトロシューズを44年の時を経てアップグレードさせたスニーカーと言えるでしょう。この DMSX ですが、9月28日に発売されており、現在このカラーを含めた4色が展開されております。発売状況なのですが、日本では発売されておらず、ヨーロッパのスニーカーショップ等で展開されています。私はストック X で購入しました。またそれぞれサイトのですね、販売ページのリンクを概要欄に載せておきますので、よかったらチェックしてみてください。続いて DMSX ワッフルの詳細について見ていきましょう。アッパーはオレンジと緑色で構成されています。オレンジの素材には滑らかなヌバックが使用されていて、緑色の素材にはナイロン、ヒール部にはヌバックですねが使用されています。ヒールタブ数種はレザーが使用されています。このミッドソールの青いパーツは TPU でできており、エアピッペン2を思い浮かさせてくれますね。エアピッペン2が復刻してほしい人としてはたまらないデザインなんではないでしょうか。アウトソールはガムソールでワッフルソールです。ヒールタブ、インソールにはDMSX と表記されております。シューレースを通す部分はリーリングと呼ばれるパーツが使用されていて、上3つのシューレースの調整が簡単です。大変お待たせしました。今からサイズ感、履き心地について語ります。前提として高高幅広マイサイズ 26.5cm で、今回 26.5cm を購入して半日履いてみたレビューをします。サイズ感ですが、いつも履いてるサイズでちょうど良かったです。おそらくサイズアップサイズダウンはしなくていいと思います。サイズ感は最近履いたローカットのスニーカーで一番いいなと思いました。履き心地なんですが、ワッフルソールが少し違和感というか気になりました。地面についた時にですね、この四角い凹凸がグニグニとするような感覚がありました。ワッフルトレーナー、ワッフルレーサーを履いたことがある人にとっては気にはならないかもしれませんが、ワッフルソールを初めて体感する人にとっては最初は少し違和感を覚えるかもしれません。程よくボリュームがあるので、半日履いた段階ではあまり疲れというのは感じませんでした。もともとランニングシューズをベースに作られているので、ランニング用として履いてみるのもいいんじゃないでしょうか。実際これを履いて少し
ダッシュをしてみたんですが、かなり良かったです。興味がある方、購入を考えられている方、少しでも参考になれば幸いです。本日はここまで。ありがとうございました。